以前は石浜の調査と言われていましたが、昭和29年港太鼓となりました。数年前、大正天皇のご体験における太鼓台の記念写真が発見され、豊浜町における太鼓台の最も古い写真として脚光を浴びました。調査会館に展示されている資料はこの港太鼓のもので、大胆な上り竜、下り竜の図柄、細い金糸を使った細工は現在の技術をもってしても真似はできない職人技と言われています。昭和初期の石浜太鼓台は石浜錦の緊張さと歌の文句にもなり、盛大に報道されていました。今年も一宮神社いっぱいに響き渡る港太鼓の心意気をどうぞご覧ください。